皆さんこんにちは。ボート東京本校講師の小橋です。今日は歌うとき歌う前にこれはやっちゃダメ3選をお送りします。1、ウーロン茶を飲みながら歌う。ダイエット効果もあるウーロン茶、しかし実は喉にとってはデメリットしかないんです。体内の油分を取ってくれる機能があるので、脂っこい食べ物と一緒に食べればちょっとはなかったことになりますが、喉の粘膜の脂を取ってしまうので歌う時のお供は絶対 NG。 カラオケのドリンクバーにあっても絶対選んじゃダメだね。生徒さんの中には喉を潤すために豚骨スープを常備している生徒さんもいます。油分は大事なんですね。2つ目、お腹いっぱい食べる。歌う前に何も食べていないと声が出ないと思いがちですが、満腹になるまで食べてしまうと胃が膨らんで横隔膜がうまく広がらず深い呼吸ができなくなってしまいます。どうしてもお腹が空いたらせめて4分目ぐらい、できたら2分目、またはこまめにちょっとずつ食べることで満腹中枢を満たしましょう。3、食前に寝る。寝起きにすぐ声が出ないという経験はほとんどの人がしていると思いますが、歌う食前にちょっとお昼寝なんていうのも絶対 NG。 プロのアーティストさんでも歌う4時間前には必ず起床してアップを始める方が多いです。せっかく開いた喉もリセットされてしまうので、テンション上げ上げで本番に向かいましょう。番外編、お酒を飲みすぎた翌日に歌う。お酒を飲むとどんどん喉が渇きますね。水分が奪われている状態で喋っているとどんどん喉は充血していきます。そんな状態は残念ながら翌日の夕方くらいまで続いてしまいます。歌う予定がある前日の夜はお酒を飲むのを控える、もしくはちょっとだけ静かに飲むに届けておきましょう。以上、意外と知らないとやってしまいがちな NG3 選をお送りしました。皆さんの歌方の参考にしていただけたら嬉しいです。もしこの動画を見て気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。